今日午前、子ども家庭庁を訪れたのは、宗教団内で信仰を背景とした虐待宗教虐待が行われているとして独自の調査報告書を提出今日その中身を公開しました子どもをこれ以上の被害から救うため虐待についてはすぐに止めさせなければなりません エホバの証人は1870年代にアメリカで発足したキリスト教系の宗教団体です教義として聖書の教えを厳格に守るいわゆる原理主義があるとされ教団によると日本にいる信者はおよそ21万人とされています弁護団は今年5月から2ヶ月にわたり全国の元2世信者など500人以上にアンケートを実施 その結果、調査に応じたほとんどの家庭で、宗教虐待と考えられる行為があったことがわかったのです。弁護団が特に問題にしているのは、輸血の拒否と親などによる子どもへの鞭打ちです。調査結果によると、輸血拒否カードを持っていた経験があると答えた人は、 8割以上に上にりました。教団は聖書の教えとして輸血を受け入れるべきではないとしていて内部資料には親は血を避けることを固く決意し子供のために輸血を拒否しなければならないと記されています。信者の家庭に育った夏の菜さんは、 商談側から受け付拒否カードを配布され常に首にかけていたと証言します受け付拒否カードが毎年一回を回収宛てに送られてきてまず長老の立ち会いの下でそこにサインをして更新をするっていう、まあ、漠然と事故にあったら死ぬんだなっていう風うに思ってました、ね、去年十二月には厚生労働省が 輸血拒否が虐待にあたると指針を出しましたが今年6 8月になっても子どもに輸血を受けさせないよう信者に促していることが分かりました教団が幹部に指示した文書には早産の赤ちゃんについて医師に輸血以外のあらゆる方法を駆使して治療を受けられるようにお願いしてくださいなどと記載一方で教団による強制ではなく 本人の判断だと強調する言葉もあります病気で医師から輸血が必要だとされても両親が信者で拒否され続けたという男性は信者が自ら判断することは難しいと訴えますこの言葉があるからって拒否することは絶対無理だと思いますね特にまあ輸血拒否で苦しんでいる子どもがいたらそれは絶対に見過ごせないことで 教団もちゃんと改善してほしいそう強く願います9割以上の人が受けたことがあると回答したムチ打ち教団はホームページで聖書の言葉としてムチを控える人は子供を憎んでいるという一文を紹介回答した人は親が教団の教えに反すると判断した場合に受けた 教団施設でもたたれたと証言していますエホバの商人っていうのは当時あの週に3回集会っていうみんなで集まって競技を勉強するっていう会があったんですけどもそのやっぱりあの子供にとっては長くて苦痛でそこでその居眠りをしたりとか手遊びをしたりこう集中をできてないって見なされたりすると。 の廊下に連れ出されてお尻を叩かれるっていうようなことがありました。1954年に発行された教団の出版物でもムチ打ちについての記載があり、弁護団は教団のムチ打ちへの組織的関与は否定し得ないものと判断しています。アーベルトの平面の部分ではなくて、あの側面の硬い部分。 もう、ランダみたいになるので、背中に当たったりとか、その背骨とかもすごい痛かったですね。水バレになってであの、血も出るので、お風呂とか座ったりとか、そういう日常動作にも支障が出たりはしますね。信者たちの間で無知が虐待であるという認識がそもそもないはずなんですよね。で、あの、今も行われているって話を耳にしたことはあります。 今日、弁護団は子ども家庭庁に対し教団が虐待に関与したか調査するよう求めましたさらに教団が宗教法人法の解散事由に当たるか検討することや宗教法人が児童虐待に関与した場合に規制できる法律の整備を求めています とにかくこの問題についての理解を深めていただいて、何をするのかというのを決めるそのえっと正確な情報を蓄積していただきたいというのがあのいろんなえほばの少年問題を聞いているものとしては正直な正直な気持ちではあります。苦しんできた当事者は一刻も早く救済を進めてほしいと訴えます。私の場合はそのほ保護してほしかったです。もう親元から話して。 で施設からでも学校に行ってっていう、もう宗教と関わらずに行きたかったです。でも、その警察にこういうことがあるって言っても、宗教だからって取り合ってもらえなかったし、 はい19世紀末に始まった宗教団体のエホバの証人なんですが宗教虐待の疑いがあるということで元2世ららを支援する弁護団が独自の調査報告書を提出し今日中身を公表しました元2世たちは VTR でもありましたが川のベルトでお尻を乱打されて耳水バレで血も出た という証言があったり、あとこれ輸血が禁じられているので、両親に手術を拒否されたとま児、あ、童虐待ということで、これ規制はできないのかということなんですが、こちらです。はい、現状、児童虐待防止法では、子どもへの虐待を規制する対象が保護者。つまり、親や養護施設の職員なんですえ。問題支援弁護団は虐待行為に。 教団が関与した場合の関連法規がないとして児童虐待関与の立法・法改正の検討をしていただきたいと訴えました、はい、ですから虐待のを規制する対象は、まあ、保護者ということなのでここにまあ宗教法人自体をこの児童虐待の規制対象に追加することができないのかということで神崎さん、それはどういう課題があるんでしょうか。そうです例えば、 宗教団体の人がむち打ちをした場合なんかは例えば暴行とか傷害とかで罰することはできるんですけど、はあ、今あった VTR にあった事例みたいに輸血拒否を例えば宗教団体側から言われた場合、うん、これは、ね、輸血拒否は虐待に当たるといわれてるんですけども児童虐待防止法で縛ろうとすると要は親とか保護者じゃないんでその宗教団体の人は事業 児童虐待<ー>要は要縛れないんですよね,ううですねなのでそこにまあ宗教団体の人を入れろというのがまあ弁護団が言ってるんですけども、はい、実はまあ法体系として要は保護者じゃない人をそこに組み込むというのはなかなかまあハードルが高いと思うんですよね。はい、だからまあ実際問題ですてやっぱり子どもをどうやって救うのかって考えると、うん、今実は児童相談所なんかもこういう宗教問題があってもどん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 介入していきましょうという方針を一応政府なんかは決めてるんですけども、はい、でもなかなか現場ではですねこの宗教問題ってやっぱりちょっと躊躇する場面が多いので<ー>やっぱりそこをもっと もっと積極的に関与するようにまあ、現場も動かしていかなあかんってそこはポイントだと思いますけどね、うんえー、今日の会見で弁護団はやっぱこうした状況が起こっていることにまず社会が関心を持ち続けてほしいこういうふうにも話していました関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございますチャンネル登録よろしくお願いします